です。皆様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介のお時間です。司会は私、最後に重曹に触れたのは小学生の時のカルメ焼きが最後です。今回はそんな私、太田が担当いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回は2014年12月に出版されました、主婦と生活者の重曹はすごいをご紹介いたします。こちらの本を担当された川本さんにお話を伺いたいと思います。川本さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まず初めになんですけど、まあ、この本はどんな方に向けて制作された本なんですか？はい、ズバリ重曹に興味がある方なんですけど、でも重曹ってなんかすごく自然なもので、まあ、体に害がないものになるので、そういう、体に優しい生活をしたい人とか、ナチュラル志向な人に向けての本になります。はい、そうなんか吹き出しがたくさんありますけど、はい、やっぱりそれだけ苦労が絶えなかったんですか、はい、これ。そうですね、苦労が絶えなかった。うん、結構科学的な内容も多少入っていたりするので、まあ、監修の方とかに構成していただいたりとかということはしたんですけれども、中でも、もう一個、重曹ともう一つ取り上げていて、このセスキ炭酸ソーダっていう、まあ、重曹とちょっと成分が違うんですけれども、まあ、自然なもので今結構ネットとかでも話題になっているものなんですが、あとこの内容がちょっとまあ取り扱いに注意しなきゃいけないっていうこともあって、このページが大変でした。はい、これちょっと質問的には最後になっちゃうんですけど、はい、やっぱり川森さん自身が、はい、まあ、こんなたくさん重曹を使ったいろんな作例があるんですけど、はい、一番驚いた重曹の使い方ってどちらですか？はい、まあ、2つあって、はい、1つ目が、歯磨き粉に使えるっていうのがあって、はい、まあ、そのまま重曹だけで歯磨き粉にもなるし、歯磨き粉に加えて重曹を使うっていうやり方もあるっていうのが私の中ではちょっとびっくりでした。でもう一つびっくりしたのが、虫刺されのケアができるっていう、虫刺されの手当に重曹を使うっていうのがありまして、ちょっとその2つが私の中ではびっくりしました。はい、まあ、でもそれ以外にも、まあ、健康とか、あとはまあ料理にもまあ使えるし、あとはまあもちろん一番よく知られているのは掃除にも使えるということで、すごく万能なものなのでぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、こちらの主婦と生活者より出版されております重曹はすごいは全国書店 Amazon にてお買い求めになれます。ぜひ買って読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介終わります。ありがとうございました。